パラスポーツっていうのはなかなかまだ環境が整ってない中で、やっぱ自分たちでやっぱ費用を出して、やっぱり道具を買ったりとか遠征行ったりとか、その道具を全てね揃けるとかっていう、やっぱ持ち出しの費用というのがまだまだすごいかかってるのが現状。やっぱそういうトトさんみたいにそういう助成金があれば、やっぱそういう活動っていうのがまだまだ続けていける、自分の力をまあ最大限に生かしながら、そのまあ世界に挑戦できるっていう機会をまあいただけるっていう中では、まあすごく助かってるし、そういう人たちのおかげで、まあ自分たちもより一つ高いところでまあ活動ができるっていうところで、やっぱすごく感謝の気持ちでいっぱいではありますよね。サッカーの一ファンであったり、まあこうくじを当てたいっていう方々ももちろんそのいるとは思うんですけれども、そういった自分のお金がいろんな方面へ、多方面の、活動にの応援ですね。本当大会だとかにもいろんなそういう資金を援助してくださっているとお聞きしてますけれども、そういった多方面へのこう平等なこの分配が、スポーツをさらに盛り上げる、広くスポーツを盛り上げる力になると思うので、僕も勝ったことはあるんですけれども、はい、そうやってみんなでこう盛り上げるところがあったらすごくいいなと思います。